そのうちは5番のオーユーナッシングそして後方は9番のストロベリー2さらには16番、イブシゲン1頭をかれて13番、タッカーカムカム第4コーナーから直線コースに入りました逃げる10番、エコロレジーナ1馬身のリードさあ追ってとらえるか8番のビルカール8番ビルカールが並んでいく200を切りましたその後は3馬身がいて4番のバサラが3番手8番のビルカールがとらえるか10番、エコロレジーナ2頭の競り合い あとは離れて、6番のルクスメテオロ3番手に上がるか、ビルカールかゴーリン !10 番へコロレジーナと並びました かかります先頭12番の勝ってみるリードが体半分ぐらい外から動いた6番のオーサムサンライズ第4コーナーから直線この間を狙って1番のクリのリアルレディーも追い込んできて外からは13番ピンクジンが追い込んでさらには5番のコズミックコールも追い込んでくるさあ先頭6番のオーサムサンライズ一馬身のリード2番手打ち12番の勝ってみる粘るが1枠2頭さらに13番ピンクジン接近2着争いオーサムサンライズゴール2着争いどうか12番の勝ってみる2番のブーバー 三番インディペンデント二馬身切れました。五番のおにじオオタニが最高峰の追走です。前は三四コーナー中間二頭並んできました。一番スマートビクター十一番タガノリバイバー後続をこの二頭が三馬身ぐらい離して四百を切って四コーナーカーブ離れた三番手て十三番ジュリエットパールで直線コースに入りました。再び一番のスマートビクター出るか外は十一番のタガノリバイバー二頭の争いさらに外へと出した十三番ジュリエットパールが一気にかわして先頭か三頭の追い比べその後は二馬身三馬身十五 ヒデのレインボー4番手から前を追っている抜けた独走13番ジュリエット・パールリードを4馬身5馬身広げて5輪圧勝でした2着は11番タガのリバイバー優勢そのうち3着争いが1番スマートビクターオールミラージュ外は9番のブレイブトライ内は1番の風月無変の展開です残り 400m4 コーナーカーブ前は13番のユカロス先頭で直線に向いています 7枠2頭の争い14番西野コニャック2番手接近は15番サザンエルフこの3頭の競り合いに200を切ったその馬群の中には16番ケイティ・ソルジャー今度は2番手に上がるその後ろに5番スーパーラッキー3番手争い先頭は15番のサザンエルフが抜けた2馬身3馬身リード先頭は15番サザンエルフ5割2着は16番のケイティ・ソルジャー3着は5番のスーパーラッキーの 上がっていく12番、スノーハレーション最後方に1番、クラウンゼロしかし後退は3番、ワンダークローバー今度は最後方に変わってこれから4コーナーです、残り 400m 先頭10番、ビルトブリーゼしかしリードはなくなって第4コーナーから直線に向いています。 2番手は5番マイネル・メサイヤさらには15番ミステリーウェイ3番手その外に11番ネイチャーシップ大外は9番ロックバウンド現在5番手さあ先頭を粘っている10番ビルトブリーゼ並んでいく15番ミステリーウェイ大外11番のネイチャーシップさらには9番ロックバウンドしかし15番のミステリーウェイ先頭合理2着はわずかに11番ネイチャーシップか内は10番ビルトブリーゼ コーナーから4ココーーーーナナから先頭は2番のタイニープライドリードは一番新半縮まっていって5番セルケと差を詰めての2番手あとは9番アレグロモデラート前3頭横に広がって第4コーナーカーブ今直線に向きますその後ろに外を通っては13番エルフセリア馬群のうちに4番フルートフルデイズ直線の攻防 200を切って先頭5番セルケト、並んで9番アレグロ・モデラート、さらには13番エルフ・セリア、外は1番スタティスティックス、そして大外3番エコレフ・リューゲル、さらには11番プリティー・ニバンス、前は2頭並んだが、9番のアレグロ・モデラートが合ー内は5番のセルケト、3んがいって、さらに離れて最後方2番、キトゥンズマーチ、4コーナーを回って直線に向いています。 前は広がって4番メルベル先手奪い切って今度は先頭リードは2馬身ほど2番手は13番モラトリアム残り 200m 左右からは7番トータルリコールさらには外11番アドマンヤラビーそして6番グレートミッション8番ロードラスターさあ広がっていますが先頭は粘っている4番メルベル4番メルベル7番のトータルリコールを追って2番手で合位3着はどうか